この試合はアトム級3分3ラウンドにて行われます。ラウンド1
コンドアウト。セコンドアウト。ラウンド Second out. Round three, final round. ナイス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 ナイ
ブレイク。ブレイク。ラスト1分ラスト30秒ラスト10秒終了。このようにジャッジの集計に入ります。判定の結果をお伝えします。ジャッジ和田30対29、青クレイジーキャット。ジャッジ永瀬30対29、青クレイジーキャット。ジャッジ秋谷30対28、青クレイジーキャット。以上3対0の判定をもちまして、勝者クレイジーキャットよっこしました。クレイジーキャットヨッコ選手には勝利者記念のトロフィー、そしてフィットネスショップ様よりゴールドジム防衛プロテインが贈られます。ただいまの試合は3ラウンド判定3対0によりまして、青コーナークレイジーキャットヨッコ選手の勝利となりました。さあ、ものすごい試合を見せていただきました。クレイジーキャットヨッコ選手です。今一度大きな拍手をお願いいたします。いや、皆さん、ネットパンフレットって見てますか？ネットパンフレット、そこにですね、全部今日の試合書いてありますんで、それ必ず見てください。そこに出身地がですね、東京都港区と、はい、東京都まででいいところはやっぱり港区と書いてあるということで、やっぱりそこはやっぱりこだわりがあるんですか？特になかったです。なかったですか？すいません。試合終えての感想を聞かせてください。ちょっと熱いファイトを見せたかったんで、みんなに。熱かったでしょうか？ありがとうございます。激熱でしたね。やっぱり宮城が気になるぞっていう声があるんですけれども、やっぱこのクレイジーキャットっていうのは、それも猫がもうめちゃくちゃ好きなのか、もうすごい嫌いなのか、どっちかだろうなと思ってるんですけど、これ、ね、由来っていうのはどういう感じなんですか？
もう狂うほどに愛してますね、猫。やはり確かにもう猫って感じがやっぱ出てますもんね、確かにね。でやっぱその猫で言うと肉よりは魚派っていうか、完全に肉派です、ね、肉派ですか。肉派なんですね。いやそれでは今後の目標もあると思います。ファンもたくさん来ております。メッセージを。いや真ん中にすいませんね。そうですよ、僕は端の方に。すいません、すいません。クレイジーキャットさん、メッセージお願いします。今日は皆さん応援に来ていただいて本当にありがとうございます。来月は、妹分の試合だったり仲間のやーちゃんの試合があったり、9月23日は横浜でうちの倒し屋ジョーカーが直樹くんがバチッと決めてくれると思うんで、皆さんこれからもブリングイットオンの応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。東京都港区から来ましたクレイジーキャット横浜選手でした。